こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、今日は何を解説してくれるの？今回は前人未到の地を切り開くことにロマンを感じ、その夢に準じた探検家6人を紹介していこう。おお、興味あるわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは北西航路の開拓中に失踪したジョン・フランクリンだ。北西航路って？北西航路っていうのは、北アメリカ大陸の北方を通過して、大西洋と太平洋を結ぶ航路のことだ。なんでわざわざそんな寒そうな航路を開拓する必要があったの？大航海時代以来、ヨーロッパからアジアに向かうルートは、主に2つあった。1つはアフリカ南端の喜望峰を回り、インドに向かうルート。もう1つは大西洋を横断して、メキシコを陸路で踏破し、太平洋を抜けるルートだ。フランスやイギリスなどの後発の海洋国家にとってスペインやポルトガルのような、先駆者が独占するルート以外の交易路を開拓するのは悲願でもあったわけだ。彼は1786年、イギリスのリンカンシャー州に生まれわずか14歳で海軍に入隊した。1805年にはナポレオン戦争最大の海戦、トラファルガーの戦いにも参加している。なんていうか、恋10代を送ってそうね。1818年に上官に従い、北極圏の探検に参加したのを皮切りに、英国海軍所属の探検家として活動を開始した。彼の最初の苦難は1819年から22年の間にカナダ北西コッパーマイン側に沿った探検の時だった。この時彼は20人いた隊員のうち、約半数の9人を失った上に、食料不足から隊員たちは衣服や靴まで食べ、殺人から食人まで行ったという噂が出た。人間、危機に陥ると何でもするのね。しかしブーツを食べた男ジョンはめげずに、その後も探検を続け、英王室からナイトの爵位に叙せられるほど出世した。1845年には北西航路の開拓のため、残すところわずかとなった北極沿岸の調査に彼は乗り出す。5月19日、当時最新鋭の船2隻で134人の船員と共に彼は出発した。この時用意された備蓄は、3年分の食料と1000冊以上の書籍など、万全の体制だったそうだ。それなのに遭難してしまったの？そうだ。1859年に発見された船員の書簡によると、フランクリンは1847年6月11日には死亡したらしい。書簡には、彼らは海上で氷に阻まれたので2年もの間、氷が溶けるのを待っていたそうだ。しかしフランクリンをはじめとする船員の2割が死亡すると、残された者たちは船を捨て、陸路でカナダを目指すことにしたそうだ。死の行軍ね。実際、捜索隊がイヌイットなどの原住民の証言を手がかりに彼らの行方を調査したところ、カナダ本土に向かう彼らの行軍ルートには、彼らの遺骸や遺物が多数残されていた。発見された遺骸の中には、刃物での損傷も見られ人肉食も行われたのではないかと予想されている。ひえー。でも彼は何回も北極探検を成功させたのよね？最後の最後で見通しが甘かったのかしら。氷山に囲まれたのは不運だったとしても、彼とその船員たちの失敗の要因は他にもある。例えば、用意した3年分の食料は主に缶詰だったが、出航直前に発注したため、大量の不良品があった。加えて、船に取り付けられた海水を真水に蒸留する装置も、故障していたそうだ。踏んだり蹴ったりね。船員たちもほとんどがイギリス人で構成され、北極海に慣れた者はほとんどおらず、彼らの装備は陸上で活動することを予想したものではなかったことも災いした。こうして聞くと、だいぶお粗末な計画に見えるけど彼らなりに頑張ってもいたんでしょうね。なんたって未知の世界だからな、きっとそうだろう。フランクリン隊の捜索は170年間続けられ、2014年と2016年にようやく2隻の船が発見された。北西航路の横断は1906年にようやくノルウェーのアムンセンによって達成される。イギリスのパーシー・ハリソン・フォーセットは20世紀前半にブラジルのジャングル内に、存在すると信じられた失われた都市 Z を追い求めた探検家だ。彼はあの映画シリーズインディ・ジョーンズシリーズのモデルにもなったことで知られている。Z という呼称は、彼の用いた暗号に由来し、その起源は明らかになっていないようだぜ。どうしてジャングルの奥地なんかに都市があると思ったのかしら。霊夢の指摘するように、実際アマゾンは有史以来文明など栄えたことはないとされていた。しかし大航海時代のコンキスタドールたちの記録には、そうした見解覆す内容が残っている。そんなのコンキスタドールが本国から支援を受けるためにでっち上げたんじゃないの？当時の学者たちもコンキスタドールの記録は信憑性の低いものと見ていたが、フォーセットは、嘘の中にはある程度の真実が含まれているだろうと確信していた。まあ、真実を混ぜなきゃ、嘘も本当っぽくならないとも言うしね。彼は費用捻出のためにイギリス政府に資金提供を打診するが、そんな中第一次大戦が勃発してしまう。彼自身も仕方なく従軍し、終戦後に資金集めに奔走するが、当時、すでに考古学の分野は大学で専門的に学んできた人々が台頭してきていて、彼のような一探検家では、なかなか信用を得られなかった。
さらに彼にはアレクサンダー、ハミルトン、ライスという医師で億万長者という強力なライバルがいた。ライスは豊富な資金源に物を言わせ、先進的な装備と大部隊でアマゾンの攻略を目指した。資金難にあえぎ、少数でジャングルを探検していたフォーセットとはまさに正反対の存在だったわけだ。成金探検家じゃん。フォーセットはやっとこさ1925年にスポンサーを見つけ、自身のロマンのために出発できた。彼は高潔な人物で、自分たちの好奇心のために先住民に迷惑をかけたり、自然を破壊してはならないとした。実際、彼はそれまでの探検で、原住民からの攻撃を受けた場合も、決して反撃せず和解していた。特にライスのように原住民とトラブルになるような強引な探検手法を厳しく糾弾していたそうだ。フォーセットも彼を意識していたのかしらね。彼は息子と友人1名、ブラジル人2名のわずか5名で出発したが、これが最後の探検となってしまった。4月に出発したフォーセットの探検隊は新宮川を渡った後に消息を絶ってしまう。彼はあらかじめ妻には、遭難した際には捜索隊を呼ばないように伝えていたそうだ。彼の精神性が伺えるわね。結局、捜索隊は組まれたが、探検隊を見つけることは叶わなかったそうだ。なぜならフォーセットは自分たちの痕跡をたどられぬように、偽の地図を残し、キャンプ跡も巧妙に偽装していたんだ。なんでそんなことを？おそらくだがライバルのライスを出し抜くためだろうな。結果、そのせいで捜索隊まで騙されたわけだが、その後、彼の功績は全て失われたと思われていたが自分の孫にある箱を預けていたことが判明した。その中にはなんと、Z に関する彼の残した未公開の文書や地図が入っていた。おお、現在は研究が進み、アマゾン内で発見された遺跡に数万人単位の居住者が存在した。可能性が指摘されるなど、フォーセットの見解はあながち否定しきれるわけではなくなっている。ヒマラヤのエベレストで失踪した登山家、イギリスのジョージ・マロリーの紹介だ。なぜ山に登るのか？そこに山があるからの人よね。正確にはそこにエベレストがあるからなんだが、これは誤訳されて伝わったものだそうだ。彼は1886年生まれで、学生時代から師であるアービングの影響で様々な山に登った。また彼は数学小学生にも選ばれ、ケンブリッジ大学では、ボート選手として活躍した。文武両道のエリートね。大学卒業後はアルプス最高峰のモンブランやイギリス最高峰のピラーロックにも挑戦し、後者には現在でも彼の通過したマロリールートと呼ばれるルートが残っている。当時のイギリスは他国に北極点と南極点の到達で後塵を拝しており、国威発揚のために、第三の極地として地上最高峰のエベレストの登頂を目標に掲げていた。そこでマロリーに白羽の矢が立ったわけね。マロリーは登頂ルート調査を目的とした第一次エベレスト遠征隊に招聘された後に、頂上到達のための第二次遠征隊に参加する。しかしこの時は、当時の最高到達点である8225メートル地点まで登ったものの、雪崩が発生し、シェルパたちが命を落としたために下山することになった。1924年、3度目の正直としてエベレスト遠征を実行するが、これが彼の最後の登山となる。マロリーは22歳の青年アービンと2人で最終キャンプ地からアタックしたが、6月8日、両名ともそのまま行方がわからなくなり、遠征隊も仕方なく彼らを諦めて下山した。1999年、ようやく彼の遺体が頂上付近の北壁で発見されたが、アービンの方はまだ見つかっていない。二人が登頂に成功したのか否かは、現在も賛否両論で今後も結論が出ることはないのかもしれない。厳しい意見かもだけど、私はちゃんと下山して生きて帰った人以外は登頂にはならないと思うわ。じゃないと山を愛したまま死ねないと思うもの。まあ、霊夢の意見ももっともだな。エベレスト登頂はこの約30年後の1953年に、イギリスが組織した遠征隊に所属する、ニュージーランド人のヒラリーとシェルパのノルゲイが達成することになる。1906年に東京で生を受けた鹿野忠雄は、探検家でもありながら、同時に生物学者、民族学者、果ては理学博士と多彩なジャンルで活躍したことが知られている。すごい好奇心旺盛な人なのね。開成中学を卒業した彼は、当時台湾にできたばかりの台北高等学校に入学したという。当時の台湾は日本の統治下にあるとはいえ、土着の風習が強く残る、まだまだ未開の土地だった。何せ、首刈りみたいな野蛮な風習が行われ、風土病が蔓延しているような環境だったからな。そんな時を鹿野は好奇心を武器に駆け回り、研究者であり探検家というあり方を確立したわけだ。当時では、台湾を調査することも十分に探検と呼べるものだったのね。東京大学に進学した彼は地理を学び、さらに見識を広めていく。やがて彼は台湾の山の中に氷河地形を発見し、過去に氷河が台湾を覆っていたことを証明する。世界的な発見をする。太平洋戦争が始まると、彼は陸軍の依頼で占領地の調査を行うためにボルネオ島に派遣された。ボルネオ島は世界第3位の面積を持ち、現在はマレーシア、ブルネイ、インドネシアの、3カ国の領土に分割されているほど大きな島だ。
シカノが派遣された1944年には、すでに戦況もだいぶ悪化していたが、彼は忠実に任務を遂行していった。しかし終戦1ヶ月前の45年7月、東北部のサポンの軍司令部に向かう途中で彼は失踪した。当時は日本軍に対するゲリラ活動が盛んで、彼はその襲撃にあって落命した可能性があるが、一方で、もしかしたら戦況の悪化の中で味方の憲兵に殺害されたのかもしれない。遭難したわけじゃなくて、戦争のせいで消息不明だとしたら悲しい結末ね。もしそうなら、彼もまた戦争の被害者と言えるだろうな。台湾紀行をはじめとした彼の著作は現在でも入手可能だから、興味のある人は読んでみるといい。アメリカ人の作家アンブローズ・ピアスは探検家ではないが、ぜひ紹介しておきたい。作家？もしかして探検記とかそういうものを書いていた作家なのかしら？いや別にそんなものは書いていないぞ。まあ最後まで聞いてくれよ。彼は代表作悪魔の辞典に見られるように、現実をシニカルに捉えた、風刺的な著作を表した。その作品群に停留するものは、彼の生い立ちが影響していることは間違いないだろう。ピアスは1842年貧しい農家の13人兄弟の10番目として生を受けた。両親は農民ながらも教養豊かな人物たちだったが、彼は貧困を嫌って、わずか15歳で家出した。職を転々とした後、南北戦争の勃発に伴い北軍に入隊。次々功績を立て、少尉にまで昇進するが、頭部に重傷を負い、療養生活に入る。最終的には名誉少佐として軍から除籍となり、文筆で身を立てることを決意する。彼の創作は単なる作家業にとどまらず、新聞記者やコラムニスト、詩人としても活動した。文章なら何でもござれって感じね。結婚したビアスは3人の子供に恵まれ、幸せな生活を手に入れたかに思えたが、ストイックな気質から家庭生活に馴染めず、次第に家に帰ることは少なくなったらしい。とは言っても、女性のところに入り浸っていただけっていう話もあるけどな。ただの浮気じゃん。彼の子供のうち2人は、事故や病気で彼より早くに亡くなり、別居した妻も翌年亡くなる。このように彼の人生には、親しい人との別れや、生来の喘息、戦場での悲惨な体験や戦傷と、多くの悲しみに彩られている。それが彼の現実を霊言に見つめる視線を準備したのかしら。そして70歳を過ぎたこの老作家は、何を思ったか血塗られた記憶の原点である戦場跡を巡り始める。一種のノスタルジー、望郷の念かしらね。ピアスは戦場跡を巡った後そのまま、当時熱狂の渦にあったメキシコ革命に身を投じ、消息不明になる。急展開すぎてついていけないわ。原因については戦死した説や、逮捕されて銃殺された説などあって判然としない。戦場を見て回るうちに、当時の熱情に当てられたのかもしれないな。じゃあ彼は本心では文筆業より軍人としてのキャリアを望んでいたってこと？それはわかりかねる。単純に歳をとって、考え方が変わっただけなのかもしれないけどな。彼の失踪事件は、その経緯を含めて多くの人間のインスピレーションを刺激し、小説など創作の元ネタにも使われている。ある意味で作家冥利に尽きるんじゃないかしら。彼は決して探検家とは言えないが、その得意なキャリアから、今回あえて取り上げたぜ。最後は、女性として初の太平洋横断飛行を成したアメリカのアメリア・イアハートだ。1897年にアメリカのカンザス州で生まれた彼女は高校卒業後、医学を学ぶために大学に進学するが、すぐにこれを中退し、第一次大戦中は看護師として軍病院に勤務した。1921年に女性パイロットのパイオニア的存在のネタ、スヌークからの指導を受け、初めての飛行機を購入する。飛行機なんて相当高いんじゃないの？イアハート家は裕福な家だったそうだぜ。しかしその後、家庭の事情で飛行機を売却し一旦ソーシャルワーカーの職を得ることになった。そのまま飛行機乗りとしてのキャリアは終わるかと思われたが、1928年に転機が訪れる。ある日、彼女の元に一本の電話がかかってきた。電話の主は、後に夫となる政治評論家で出版業を営むジョージ・パットナムで、彼は電話口でイアハートに大西洋を飛びたいと思いませんかと尋ねたそうだ。どういう縁で？前年にリンドバーグが大西洋横断単独無着陸飛行に成功していたことで、女性チームでも同じことをしようという計画が持ち上がっていたのさ。でもアメリアはパイロットを一旦辞めていたんでしょ？当時、すでにアメリアより先にこのチャレンジを行った女性パイロットが数人いたが、みんな途中で墜落するなどで失敗し、中には死亡する者もいたという。まあ当時は今以上に女性パイロットが少ないだろうから、あまり襟好みはできなかった面もあるだろ。じゃあアメリアが第一候補ってわけでもないのね、納得したわ。こうして大西洋横断チームのパイロットとして参加した彼女は、残念ながら無着陸とはいかなかったが、1932年に女性としては初の大西洋横断飛行の快挙を成し遂げる。すごい。彼女はその後も、アメリカ大陸無着陸飛行やハワイからカリフォルニアまでの単独飛行の、記録を打ち立てるなど、名実ともに女性パイロットの代表的存在として活躍した。
そんな彼女にとって最後の挑戦となったのは1937年の赤道上世界一周飛行だった。とっても熱そうな挑戦ね。彼女はニューギニアを飛び立ち、アメリカの無人島ハウランド島をゴールに設定していたが、彼女は島に降り立つことはなかった。調査に当たった政府の見解としては、ゴール直前に燃料切れで墜落したというものだった。そういうのって余るくらいの燃料を積んでやるんじゃないの？もちろん本来なら燃料切れになるはずはなかったが、いくつかのミスが指摘されている。一つは、同乗していたナビゲーターの地図に誤りがあり、さらにコンパスの時期が乱れていたこと。もう一つは、出発地のライは熱帯地方で気温が高く燃料が膨張しており、実際に積載された量は想定よりはるかに少ない距離しか航行できないものだったことが挙げられる。加えて、軽量化のために機体には救命いかだを搭載していなかったことも災いしたかもしれない。命を懸けた挑戦にしては随分ずさんな気もするわ。当時はまだそういう細かいことに気づけるほどに航空技術は発展していなかったんだろうな。じゃあ今の安心はこういう尊い犠牲の上に成り立っているのね。捜索には当時はまだ積極的に敵対していなかった日本軍も協力したが、芳しい結果は得られなかった。イアハートは当時から大変著名な人物だったため、失踪後、様々な陰謀説が唱えられたそうだ。彼女が実はスパイ活動をしていた、日本軍の捕虜になって処刑された、飛行中に撃墜されたなど、様々な憶測が人々の間を駆け巡った。しかし2018年、サモアの北にあるニクマロロ島で彼女とそのナビゲーターのものとおぼしき、人骨が発見された。この島から西へ向かえば、出発地のライにたどり着くことから、不時着して流れ着いたものではないかと考えられている。しかし彼女らの機体は、依然として行方不明だ。探検家たちは一回きりのたった一つの命を危険にさらしてまで、チャレンジを敢行したことで、もはや地球にはほぼ未踏の地はなくなった。未踏の地が地球に溢れていた頃は、文字通り探検家たちにとっては黄金時代だった。言われてみれば未踏の地が少なくなればそれに比例してロマンも少なくなっていくのかもね。でも人間はまた別にロマンを開拓する力も持っていると思うわ。宝探しとか、宇宙開発とかね。いいこと言うな霊夢。人類の発展はそういう好奇心によってもたらされた側面が大きいことを思い返せば、人間が挑戦し、開拓すべきジャンルは常に存在している。私たちも何か興味の惹かれることにチャレンジしていきたいわね。ということで、今回の動画は以上だ。この動画が面白かったら、チャンネル登録と高評価を、ポチッとしてくれたら嬉しいぜ。間違って2回押すなよ。もう押してる人も押さないでね。それでは、ご視聴ありがとうございました。